はい、こんにちは、タカです。今日からゴールデンウィークですからね、休みの方もたくさんいらっしゃるんですかね。ちなみに僕はもう全然通常運転です。ただ今年はもうかなり円が暴れてますからね、少しその動いてくるかもですね。昨日もこの日銀の会合の影響もあって円も大暴れ。加えて今ドルもいい動きしてますからね、昨日は131円タッチと。ボラはすごいことになってますけど、まあ当然リスクも増えてきますんで、このボラにやられてしまわないように十分注意はしてもらいたいですね。では昨日の動き見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。このドル、レンジからブレイクしている強い上昇トレンドを見ています。もうずーっと同じことを言ってますけどね、この下赤いラインを少し見せたんですけども、これが去年の最高値です。もうだいぶ離れてしまいましたね。ドルすごく強いです。昨日も高値を更新、夕方の動画でも触れたんですけどね、まあ、少し崩れそうな雰囲気出たんですけども、そこはもうしっかり踏ん張ったようですね。ということで、まあ、この日足を見ても高値更新ですから、まあ、もちろん今日もこの高値更新を見ていくことになりますね。ドルの強さは見ていくことになります。ということは、まあ、ドルストレートはすごく上値重い状況を見ていくことになります。安値更新も期待して見ていくことになりますけども、ただこれ通貨によって少し景色が違うんですよね。確かにまあドル強いんです。まあ、少なくとも売っていこうとはなかなか思わないですけども、じゃあ買うにしても買う場所。あとは流れですかね。このドルインデックス見てるとすごく強さしか見えてこないんですけども、意外にこうドルの強さに関しては勢いがなくなっている通貨もちらほら見えてきています。まあ、ドル円なんか見てしまったのも強さしか感じないですけどね。ただこれも円が弱いという背景もありますんで、このドルは少し上値重い状況、意識はしていきたいですかね。まあ、これはドルインデックスではわからない部分だと思いますんで、具体的にはチャートの方から改めて、話はしていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。まあ、強弱を見ていくんなら、まあ、圧倒的な円の売りですね。とても円が弱いです。まあ、これだけ弱いと円から見てしまえば、どの通貨を見ても強いですからね。まあ、強さを見ていくことになるかもですけども、この中でも結構差があるんですよね。まあ、その一つがドルだと思います。ドルすごく強いですね。こういった強弱を見ていけばすごくドルは強いんですけども、ただチャートの方を見ていくと運動なのかなと、少し思ったりはします。そんな中で、ま、個人的に一番強さを感じているのがこのゴールなんですよね。昨日はもちろんなんですけども、今週に入ってから少しこのゴールには買いが入ってきています。まあ、これは昨日の動画でも触れましたけどもね、まあ、潰されてしまってるんで、一方的にま、買いを見ているような状況ではないんですけども、ただ少し目線を変えればね、買いは入ってきてるんですよね。この状況というのをしっかり見ていくのも面白そうです。そしてま、ここ最近このユーロポンドもかなり弱かったんですけども、これもだいぶ底堅い動きになってきたように思うんですよね。ま、これも買えるような形になっているわけではないです。あくまで流れが止まってきただけ。まあ、すぐにロングダートはなかなかならないですけどもね。このあたりも少し警戒しながら見てはいきたいですかね。まあ、ドルが、まあ、すごく強いんですよね。すごく強いんですけども、なかなかこうチャートの方を見ていくと、調整らしい動きが見えてきています。ドルがもうかなり突っ込んだ状況になってきてますんで、少し調整の動きも意識した方がいいのかもですね。まあ、強いドルは意識してますけども、いつ波の反転、まあ、調整のドル売りですね。そういったことが起こってもおかしくない。そういった風に、まあ、相場の方を見ていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがドル円の日足、月足を重ねています。4月も終わりますんでね、月足もほぼ確定ですね。そしてまあこの月足を見る限りも特に話すことがない、もう強い、ただただ強いですね。もうこの2ヶ月、スタート115円でしたから、16円近くの上昇になっています。そして何が怖いってまだこれ流れが止まってないんですよね。まだまだ上の方に行く可能性も十分あるような動きになっています。月足レベルで見ていくとすごく強い上昇トレンド。ただまあかなり突っ込みすぎ感はまあ当然ありますんで、この今の現在地だけね、しっかり把握はしていただきたいなと思います。130円ブレイク、もう20年ぶりらしいですね。僕がトレードする前のお話になります。はい、変わりましてこちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境を見ても強さしか見えてこないですね。まあ、昨日の段階ではこれ下の方に一回振ってましたんで、もしかしたら上値が重い状況も見えてくるかもなという状況でもありましたけども、昨日しっかり高値をブレイクしてきましたんで、まあ、こうなってくると週足ブレイク。これで8週連続の高値更新ということにもなってきそうですね。日銀がとかね、黒田さんがとか、まあ、そういった背景はあると思いますけども、まあ、結果としてやっぱりこれが事実ですからね。来週もこの高値更新、まずはもう見ていくことになります。ドル円はすごく強いですね。基本的にこの強い環境はしばらく見ていくことになると思います。今週はもう何か材料があって大きな売りが入ってこない限りほぼ決まりのような状況ですからね。来週もこの高値更新、見ていくことになりますから、まあ、どこかで買うというのが、まあ、来週の戦略にもなってきそうですね。
はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。まあ、冷やし関係でももうブレイクしてきました。まあ、ずっとレンジだったんですけどもね、まあ、2週間ほどのレンジだったんですけどもブレイクということになりましたね。そしてまあ強い上昇トレンドの最終でしたから、これもトレンドの継続、この動きに逆らう必要も全くないと思います。今日もこの高値更新を見てことになりますね。131円、今少し上値重い状況出てますけども、基本的にやっぱり売りが出たという事実が見えてくるまでは買い場探しです。波の起点は127円あたりになってますんで、まあ、このあたりバックにロングを見ていくと、まあ、ただ少し距離がありすぎますからね、買っていくんならまあもう少し近場にサポートを見つけていくことにはなりますね。これももう2日間で4円上げてるわけですからね、まあ、大きなボラが出やすい環境というのはあります。ボラにやられてしまわないように、その点も十分注意が必要だと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。4時間足で見ていくと、まあ、ようやく一服の形は見えてはきましたけども、実はこれ昨日1日の半分は131円チャレンジだったんですけども、結果これ抜けなかったですね。少し上値が重いです。もう環境としては明らかに上昇トレンド見てますから、まあ、目線はロングで買い場探しですね。どこかで買いたいわけですけども、買っていくんなら近くにサポートが欲しい。例えば4時間足見てると、まあ、こういった小さなレンジも見えてきますね。であればこのレンジの下から買っていく、まあ、悪くはないと思うんです。考え方としては全然いいんですけども、ただこのレンジの値幅です、これかなり小さすぎるように思わないですかね。波のサイズ感がまあ少しずれてるように思います。ここの上昇は4円上げてるわけです。4円上げた調整を見ていくんであれば、それなりの値幅というのを意識したいところです。例えば 20%、30% 押しが入ってくると考えれば、まあ、それだけでも1円近くの変動幅にはなってきますんで、こういった小さなレンジなんていうのはいつ抜けてきても崩れてもおかしくはないですよね。こういった波のサイズ感、あとは今の現在地、これしっかり見ていくのはすごく大事だと思います。それも全部踏まえて、その中でもこういった小さなレンジをまずは見ていくんだというんであれば、これも全然ありだと思いますね。今であれば131円、これも明らかな抵抗帯になってますから、まあ、環境としてロングは見たいわけですからね、この131円近辺でポジションを取るのは避けたいですね。すごくまあ抵抗、攻防が起こりやすい場所ですから、上下の動きも出やすくなってくると思います。こういったのはボラにやられてしまいますんで、しっかり下に引きつけるのは大事になってくると思います。15分足ではもう調整の形は見えてはきてはいますけどもね、ただこの波のサイズ感は意識はしてもらいたいですかね。はい、こちらが5分足、1時間足を重ねています。昨日の環境で言うんであれば、この129円というのも一つの壁だったと思うんですよね。これをブレイクしたから強いトレンドが出たと、ということは波の起点は129ですね。上げ幅が2円ぐらいですから、まあ、こういった5分足環境で見ていけば、まあ、調整らしい動きといえば調整らしい動き、上の壁が131円、まあ、少し超えたところですかね。対して下のサポートは130円の3040付近。何度も言いますが、この131円近辺というのはすごく抵抗帯になりやすい場所ですね。ガチャガチャした動きになりやすい場所、ロングをしていくにしても、まあ、このあたりのポジションは取りたくないんですよね。買っていくんなら下から拾っていくのが基本にはなってくると思います。ではショートはどうですかね。レンジが見えてますし、131円壁ですからね、ショート見ていくのも悪くはないですかね。まあ、高値抜けてしまったら投げると、割り切ってしまえばショートは全然ありだと思います。ただこの131円の壁というのはピンポイントで見ていける壁ではないですからね。上位足、例えば日足、週足、このあたりを見ていくと今日も高値更新の形は見えてますんで、抜けるかどうかは分かりませんけども、こういった高値を試しに来る動きというのは、これはもう当然出やすくなってきます。まあ、その動きにまあ振らされちゃダメなポジションということにはなってきそうですかね。まあ、基本的にはもう強い流れもありますから、無理をしてショートを見ていくようなタイミングではないとは思います。まあ、だいぶ伸びきった感ありますからね、まあ、少し打ってみたいと考える人もこれはもう出てきそうですけども、波の反転にはそれなりに時間というのもかかります。上値が重くなってから、まあ、改めて売りを見ても全然間に合うと思いますんで、今すぐショートを見ていく必要もないのかなと。トレンドはしっかり上を向いてますから、買い場を探っていきたいと思います。一点、この押しを見ていく際にこの波のサイズ感ですね、これだけ忘れないようにしたいところですね。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。このダウ、あとは日経平均なんかもそうですけども、昨日の値動き、まあ、昨日一昨日ぐらいですかね、この2日間の値動きというのは、少しこの環境を変えたかもですね、少し注意深く見ていきたいです。まず一つに冷やしを見ていけば、これサポートを割れている売りのトレンドがありましたからね、波も見えてしまってるんですよね。今週もこれ安値も割ってきていますから、売りのトレンドという形でまあショートを見ていくような状況だったと思います。ただブレイクした後にこの安値を更新してきてないのがまあ一つの事実ですね。あとはこのヒゲの部分まで含めて考えてみていけば、このあたりも上がったり下がったりの状況が出てきています。まあ、これを一つの塊、調整として見ていくんであれば足場ということにもなりますね。
サポートが 33,100 ドルあたりですかね。抵抗帯が 34,000 ドル。問題はここで足場が出てきてしまうと何が見えてくるのかなんですね。今は売りのトレンドが見えてますけども。はい、縮尺の方を少し小さくしています。今見てた足場がここですよね。サポート終わってますから売りのトレンド見てるわけですけども、この下落の流れを止めたということになってくると気になるのがこの前ですね。ここには上昇トレンドが見えていて、まあ、大きな足場を作ったわけですね。波の反転が少し見えたわけですけども、これ底堅い動きになってくるんであれば、これ安値切り上げの形になります。この上昇を見てる人にとっては押し目買いの場所を探っている状況ですから、底堅い動きが見えてくれば買いが入ってきてもおかしくないわけですね。ただこういった買い勢力ばかりではなくて、この高値から見た売りの流れ、これを見てる人ももちろんいるわけで、戻りの高値が 34,000 ドルあたりですね。ですから、まあ抜けてこなければまた売りの方も入ってきそうですけども、まあ少なくとも底堅い動きが見えてきましたんで、こういった赤い上昇トレンドを見てる人も、まあぼちぼち出てきてもおかしくはない。まずはこの環境の把握というのは大事になってくるとは思います。ということで、まあ売りをがっつり握るような環境ではまあ少なくともなくなったということですね。わかりやすいポイントとしては 34,000 ドル。これをブレイクしてくるかどうかですね。これブレイクしたらもうショートではかなり苦しい状況のようには見えてきますが、どうなりますかね。はい、ちなみにこれが4時間足、週足を重ねています。今週の週足、陽線に変わってきてますからね。これ注目だと思います。下落を見てる人、まあこれはもちろんいると思います。戻り売りですよね。35,000 ドルあたりがまあ壁になってるんですかね。ただここで流れが止まってくるんであれば、これ安値切り上げの形も見えてきますんで、買いを見てくる人も中には出てきそうですけどもね。ポイントとしては、まあ 34,000 ドル今見てるわけですけどもね。まあこれブレイクしてくれば、まあこういった波を見てる人も出てきそうだという話ですね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。この日経平均も昨日、おととい、このあたりで少し環境に変化が見えてきたかもしれません。まずは大きな環境ですけども、これを僕はやっぱり売りを見てましたね。サポートも終わっていましたし、高値の切り下げという形も見えてはいましたんでね。であればもうショートかなと、戻り売りかなというふうには見てたんですけども、まあポイントは水曜日、木曜日の値動きですかね。火曜日に一回これ下に抜けたんですよね。抜けたんですけども、これを否定したような買いが入ってきました。これがまあ木曜日の動きになってきますけれども、これをサポートの強さと見ていくんであれば、サポートラインが 26,300 円あたりに見えてくることになります。そうすると、一つ見えてくるのがレンジですかね。こういったレンジが見えてきます。上の抵抗帯が 27,300 円あたり。まあ、昨日は抜くことできなかったですね。ただこれ、下を2回試したということにもなりますんで、赤いこの売りの流ればかりを意識してしまうと、これ危なさを感じてしまいますけどね。下を2回試したということは、ダブルボトムという形も見えているということになります。ネックラインも 27,300 円ということで、これブレイクしてくれば環境大きく変わってきそう。はい、縮尺を少し小さくしています。このあたりを足場と捉えてもいいと思うんですね。であればこの足場ができた場所というのが問題で、下落の流れを止めたわけです。ただまだ止めただけですからね、こういった売りの流れは継続して見てる人はたくさんいるでしょうけども、気をつけたいのはここの上昇ですかね。これすごく強い流れがありますから、流れが止まってくれば押し目買いをしていこうと考える人はたくさん出てきそうです。今回これ安値を2回試したわけですよね。2回試して抜けてこないんであれば、1回この高値を狙っていこうと考える人もこれは出てきてもおかしくはないと思います。はい、さらにこれが4時間足、週足を重ねています。今週の週足ですけども、もうしっかり陽線に変わってきています。もうこれも下落の流れを見ているんであれば、戻りの高値をすでに抜けているということですからね。ただまあこのあたり全体的に 28,000 円が上値が重いと、まあそう見る人も中にいると思いますから、もう一方的な買いを見ていくという状況ではないんですけども、ただまあ今回のこの動きによって少なくともこの底堅さは見えたということになります。波の底から見ていけば上昇トレンドを見てくる人も出てきます。そしてまあこういった環境というのは、まあわかりますかね。逆三尊という形が見えてくると思いますけども、もうワンサイズ大きな環境で見ても底堅さが見えてきたということにもなりますんで、今週のこの会話は大きなポイントにはなってくるかなというふうに思うんですけども、どうでしょうかね。まあ少なくとも売る必要はもうないのかなと。まあネックまだ抜けてないですからね。慌てる必要はないと思いますけども、まあじっくり会話を探っていくような流れになってきたんじゃないかなというふうに思います。この後ですかね、振り返った時に今週のこの週足というのはまあ大きなポイントになってくるかもですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。金に関してはまあ昨日買いは入っています。入ってはいますけども、環境に変化が出たとは思えないですね。下落の流れが一旦止まったということになりますけども、もし流れが止まってくるんであれば調整を見ていくことになりますけども、売り目線は変わらないですね。次は戻り売りを見ていくことになりますから、見ていきたいのは戻りの壁探し。
これもかなり大きなトレンドが出てましたから、それなりのサイズは意識していくことになります。ですからまあロングを見ていく場所もありそうですけどもね、まあ、目線ショートは変わらないですね。短期的な調整の戻りのロングで見ていくのか、しっかりこの戻り売りを見ていくのか、まあ、このあたりは意見分かれてきそうですけども、僕なら戻り売り継続して見ていくことになりますかね。まだまだ売り場探しのようには感じます。はい、変わりましてこちらが US オイル原油になります。1時間足に冷やしを重ねています。この原油なんですけども、昨日のこの回っていうのは少し意外感はありましたかね。まだ貯金高でも抜けてないですから、わからないことが多いですけども、まあ、特に僕はこういった売りの流れを見てましたから、昨日のこの回はおっと思いましたね。もう少し短期を追っていくとこういった下落トレンド見えてますから、この青い波を見ていくんだれば戻りの高値もうすでに抜けていることになりますから、まあ、こういった上昇を見ている方も中には出てきそうですね。目の前に壁がありますから押しは入ってくるかもですけども、この押しを拾っていこうと考える人もこれは出てきそうです。もしこういった流れになってくるんだろう、この底から見ていけばこれ切り上げの形にもなりますからね。これを少し面白くなってくるかもですね。こういった上昇も見えてきたということになります。まだまだねちょっと状況わからない、まあ、ネックラインにもなっていそうなこの106ドル107ドル、このあたりの壁をまあ明確に抜けてこないとちょっとまだ状況読めないですけども、まあ、昨日のこの回に関しても明らかに違和感というんですかね、意外感というのはあったと思いますから、注目はしていかないといけないとは思いますね。まあ、ショートちょっと怖いですね。はい、ということで、まあ、円の方にかなり大きな売りが入りました。まあ、結果的にはまあドル円、まあ、ドル円だけではないですね、クロス円も全部そうですけども、しっかり買いが入ったということになります。ドル円なんかもレンジブレイクになっています。もともとが上昇トレンドということもありますから、この流れに逆らう必要も全くないですかね。見ていきたいのは今日も高値更新、今のところ131円少し重そうですけども、まあ、上値の重さなんかを見ていくんであれば、抜けなかったというこの事実が一つまずは欲しいですね。今のドル円も本当にいい環境ですよね。まあ円も弱いんですけども、ドルも強いということで、この通貨の強弱の差もすごくはっきり見えています。まあ今日は週末月末でもありますから、少しまあ調整の動きも警戒はしたいところではありますけどもね、まあ強さはしっかり見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。動画を撮る時間が少し遅くなってしまいましたので、このドル円以外の動画に関しては少し出す時間が遅れてしまいます。申し訳ないです。でき次第概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。